18回目を数えますこの根城祭り、まあ、中世のお城としては100名城にも入っておりまして、まあ、それはたくさんのお客様が来ていただいておりますが、このお祭りはですね、地元の方々にも親しんでいただきたいということで、毎年この10月の時期に、開いております。地区の小中学生の出演からいろいろな芸能、まあ、ちなみに高田家の駒踊りとか、それから縁振りともあります。ぜひ楽しんでもらえればなと思っております。野立を楽しみたいと思って、まっすぐ野立の方に行って一服いただいてまいりました。はい、大変結構なお手前でございました。八戸ふるさと検定の根城祭りバージョン、クイズ10問ほど出しておりますが、その10問の